リスマスプレゼント企画が外れた人も安心して、横浜市民はチャンネル登録するだけでガチで天岐阜当たります。はい、どうも横浜朝日です。今回は横浜市民限定のプレゼント企画をやりたいと思います。僕のことを軽く話すと、横浜の情報を発信していて、横浜で会社を経営しています。普段動画を見てくださっている横浜の皆様に僕の頑張りを還元する企画として定期的にやっております。今回のプレゼントは Amazon ギフト券1万円分を10名様に、これコンビニで買ったんですけど、これ1万円ちゃんとチャージされてます。レシートもね、貼り付けておきます。そして一応なんか少しでも当たる人数増やしたいなと思ったので、この1000円ギフト券を10名様、これこんなのあるらしいですね、ちょっと開けようかな。なので1万円が10人と1000円が10人に当たるということで、合計20人に当たるという計算になります。はい、これ1000円ギフト券が10枚ついてますね。このね、天岐阜があれば食べ物からゲームまで何でも買えるからね。さらに横浜市民限定にしてるので、この世にあるプレゼント企画より当たる確率がはるかに高いですし、20名に当たるのでかなりの高確率だと思います。ネット上にある他のプレゼント企画より横浜市民は断然当たります。そして応募条件の前に一つお話しさせてください。僕は横浜で会社を経営してると言ったんですけど、事業内容は SNS 運用代行という SNS集客が苦手だったりうまくいってない企業さんや店舗さんのサポートをするという事業内容で、もしこれを見てくださっている経営者の方がいましたら、一緒に何かのキャンペーンやりませんか。僕が携われば、お互い横浜市内のフォロワー増えますし、例えば今何かのサイトに求人広告打つより、もう SNS アカウントが面白ければもうそんなお金かけなくてもバンバン求人が来る時代なんですよ。横浜の店舗さんであれば集客力も抜群です。ぜひ一緒に SNS を使った企画をやってくださる企業さんはメールください。はい、ということでお待たせしました。今回のプレゼント企画の応募条件は、はい、1つ目このチャンネルを登録する、そして2つ目 Twitter のフォローとこのツイートのリツイートのみ、これだけ。説明欄にも一応書いておきます。応募期限は今日の12月26日から1月6日の計12日間行います。もうヒカキンとかレペゼンチ級のプレゼント企画より断然1万円当たる確率高いので、ぜひご応募お待ちしております。ヒカキン TV の場合、単純計算で10万分の1で5万円もらえるっていう計算なんですけど、もう俺の場合多分500人に1人は当たるからめちゃくちゃ当たる確率高いと思います。当選者発表についてなんですけど、 Twitter の DM の方に僕が直接 DM します。プレゼント企画に関しては今回だけではなく、もう僕がね、会社で売り上げを上げ続けられれば絶対次もプレゼント企画しますので、次回も楽しみにしててください。応募条件は説明欄にも記載されているので、ぜひそちらも見てください、ね、世の中プレゼント企画の詐欺とかよくありますけど、横浜に普通に会社の住所あるし、普通にネットで調べたら公開できるし、でちゃんとこう20に配りますから、安心してね応募してください。ということでご視聴ありがとうございました。